はいどうも、コリコリの時間でやってまいりました。どうも、タグです。ってことで、今回もですね、お悩み解決やっていきたいと思います。はい、今回のお悩みはこちら。はい、シンプルにアイアンでスピンをかけてグリーンに乗せるショットの仕方を知りたいです。はい、またスピン量を増やすための練習を知りたいです。ということで、今回はスピン量についての、動画になります。はい、皆さん、スピン量っていうのは、考えながら打ったことはあるでしょうか？ゴルフというのはスピン量がすごく大事になってきます。スピン量を調節することで距離を飛ばすこともできますし、グリーンでピタッと止めることもできます。なのでスピン量をしっかりと知ることで、ゴルフっていうのはさらに上達できるようになります。はい、で、今回はですね、アイアンっていうことなんで、まずアイアンで、スピン量の話で言うと、まあ、回転数があるんですね。その回転数っていうのは、まあ、1分間にボールが回転する回数っていうのがあるんですけど、それで言うとアイアンは適正な数字で言うと、だいたい番手のかける線回転が標準と言われてます。なのでその標準値になるショットが打てると一番、まあ、距離が出やすいショットになってきます。で、程よくしっかりとスピンがかかってグリーンに止まるということになってきます。なので、しっかりとスピンをかけた打ち方で、またスピンのかからない打ち方っていうのはどういう打ち方かっていうのを今回説明していきます。はい。で、まずスピンをかけるのに大事になってくるのは、このフェース面の当たりどころですね。これがすごく大事になってきます。フェースというのは、まあ、これぐらいね、幅があるんですけど、下の線、この溝から、数えていって、スピン量がかかりにくい場所で言うと、下の2、3本とか、まあ、要はトップですね。下の方に当たると、やっぱりスピン量かかりにくくなります。で、しっかりスピン量が上がってくる場所で言うと、やっぱこの水をしっかりと使うことが大事なんで、まあ、3本目より上ですね、5本目、6本目とか、この辺にしっかりと芯に当てて、打つことでスピン量っていうのは上がってきます。なので、しっかりとここに当てるためには何が大事かというと、まずは、ダウンブローで打つっていうのが大事になります。ダウンブローで打つことで、しっかりとボールのところにこの面が当たりやすくなります。アッパーで入ったりとかすると、もう全部この辺に当たりますからね。なので、しっかりと上から打つっていうのは大事です。で、今回はスカイトラックを使って、まあ、スピン量がどれくらい出てるかっていうのを見ながら、まあ、どういう打ち方をすればスピン量が出るか、どういう打ち方をするとスピン量が少ないかっていうのをやっていきたいと思います。では、一回普通に打ってみたいと思います。ちょっと今のはね、ドローっぽく打ってみました。はい。あ、今ので7000回転ぐらい出てますね。はいはいはい。今のはしっかりとやっぱ芯には捉えてたんですけど、まあそれぐらいスピン量がかかってきたっていう感じですね。次は逆にね、スピン量をちょっとかけていきたいんで、スピン量がかかるときっていうのはね、やっぱスライス球、フェード球を打つと、やっぱスピン量が上がりやすくなります。で、球が止まりやすくなるんで、一回ちょっとこうフェード球を打つようにしてみます。もちろんちょっと距離はね、落ちてしまいますけど、やっぱ回転数上がりますよね。だからやっぱ止めたいっていう球を打ちたいのであれば、フェード球を打つ練習をしてあげる方がいいです。はい。なのでドローでどんどん攻めていくと、やっぱスピン量が少なくなって距離は出るんですけど、球を止めにくくなります。なのでフェードで距離を飛ばす練習っていうのをしていくと、まあ距離も出つつしっかりとスピン量も効いた球っていうのが打てるようになります。なので今回はですね、そのスピン量を効かす練習方法っていうのは、まあ、フェードを打つ練習方法を、紹介していきたいと思います。はい。はい。では、フェードを打つには、このアライメントスティックを使っていきたいと思います。アライメントスティックは2本あればいいんですけど、まず、アライメントスティックを、こういう風に、ちょっと外から内に向かって入る軌道を1個作ります。そしてこれ、逆向きにちょっと右側が後ろに下がった状態で手前側に置きます。この状態を作るっていうのはどういうことかというと、
上げる軌道、入ってくる軌道、これを作る練習になります。で、軌道っていうのはですね、上げた方向とは逆に降りてくるんですね。なので、例えばアウトサイドにクラブを上げていくとインサイドに降りやすくなってきます。インサイドに上げるとアウトサイドに降りやすくなってきます。なので、フェード球を打つのであればインサイドに引いてアウトサイドに降りてくる必要があります。なので、この手前側に置いた棒が引く方向で、下ろしてきた時にこの奥の方に置いた棒の方向に振っていく。これでフェード球が打てるようになります。で、フェースの向きは真正面、ターゲットにしっかりと向けたまま振るようにしましょう。手前側の棒に沿って振り上げて、振り下ろす時に奥の棒に沿って振っていきたいと思います。軽いフェードがやっぱ出てきますね。やっぱ回転数もかなり上がってますね。なので、この棒に沿って振る練習をどんどんしていくようにしていきましょう。そうするとアウトサイドが入ってきて、まあ、程よいフェードっていうのは出てきます。まあ、ちょっとこうスライスがきつすぎるっていうのであれば、まあ、この具合を浅くしてあげたりとか、あんまりフェード出ないなっていうのであれば、もっときつくして極端に練習するっていうのが大事になってきます。まあ、これを使えば逆に言うとドローっていうのも打てます。上げるの外、下ろすの内、これでドローも打てます。こういう感じですね。こういう球筋っていうのを変えることもこれでできます。やっぱドローに打つと回転数が減りますね。はい、ということで、今回ね、スピン量について説明していきました。で、スピン量をまず増やしたいのであれば、フェード球ちょっとこれを打てるようになってきた方がいいかなと思います。で、逆にスピン量が多い方はドロー球、ちょっと捕まった球で回転数を減らしていくと距離が出やすくなってきます。実際ちょっとスカイトラックで見てみても、やっぱ数字的には1000回転近い数字は変わってきてるんで、しっかりと球筋を変えることでスピン量の調整ができるようになります。なのでね、スピン量ぜひね、わからない方はうちのスタジオに来て使ってみてください。はい、スピン量が多いと距離飛びにくいですし、まあ、少なすぎてもあまりやっぱこう飛び方っていうのは悪くなってくるんで、まあ、適正の数字っていうのがスピン量を求められるようになってくるんで、ぜひね、スピン量ぜひ皆さん気をつけながら練習してみてください。まだね、コメントとかで、お悩み募集してますので、ぜひ皆さんね、ゴルフのお悩みあればコメントの方お待ちしております。では以上になります。ありがとうございました。